よし、ではメインストーリーを続きやっていきましょう。なんかこんなやつがいたんで、ちょっと話しかけてみましょう。まあ、転送装置ってことか。OKOK。ふぅ。前回はちょっとひどい感じだったからな。まあ、今回もあまり、どうなんでしょうか。どうなんでしょうかというか。なるほど。この状態でさ、その現象世界を闇の力の方に傾ければ世界統合って果たせないのかな。そういうものじゃないのかな。いまいちよくわからないんだよな、そこら辺が。この第一世界が壊れてゴミになったっていうふうなこと言ってたけど、この世界丸ごと地下に埋没してるような感じ。まあそれはまだわからないところだけども、まあとりあえず進めていきましょう。とはいえどこから手をつけたものか、亜獣大が近くにいれば存在を感じられるのだが。ははは。でも敵も寄ってきそうだよな。なるほど。仮にできたとしても、竜の方向は魔力を込めたもの。しらみつぶしに行くしかないか。無理に危険を冒す必要はないわ。この城が浮島のような孤立した場所にある以上、探索範囲を広げること自体が難しいもの。だからいろいろ動き回れるような感じなんだ。わかった。とりあえずは情報収集と。全部容易化してるのかな。ちょっとネタバレ食らったんだけど、食らったというか、まあ、前から知ってたんだけど、三頭身をやるときに、まあ、ちょっと報告しようかとは思ってたんだけど、ウヌクアルハイって言いますよね。あれってのはこの13世界出身なんだ。まあ、その点しかまだ見てないんだけども。ってことは、その三頭身のイベントをやっといた方がいいのかな。こっちか。で、ステニアンさんは確かにこれが積み食いのような存在だとしてすれば、話せるような敵ではないか。なるほど。やっぱそれはエーテルの、量によってその知性って変わってくるのかな。だとするとやっぱイエーが召喚していたやつ、あれってのはかなり高い知能を有しているような感じだったから、つまりはそういうことか。で、君はお前のエーテルとてもうまそう。俺に食わせろ。あれ、戦闘がなるほど。ということはやっぱ会話ができることになるのは必然的に強い用意ってことになるのか。用意か。ノルブラント標準語と同様にこちらの世界の言葉もどこかエオルゼアの言語と似ている部分があるよね。古代世界の言語を共通の祖としているということかしら。なるほど。城主様の瞳とても綺麗。見つめられる気持ちいい。なるほど。そういう関係性はあるんだ。うん。あ、ちょっと話しかけてなかったな。念のためちょっと、その後の話を。うん。やっぱ変わってるな。若干。こっちは、あ、でもこいつは話しかけても、うん。それだけか。あ、でもこれはあれか。あの天使っぽいよね。罪食いの。うん。俺お前に従う。だから俺を食うな。はは。竜を探してる。それはなんだ、うまいのか。うんうん。少し前に捕まえたやつも難しいこと言っていた。え？賢さも持つやつ、たまにいる。ははは。捕まえたってことは賢いけども強いとは限らないんだ。そいつよ、第4連、監獄島にいる。でも賢いやつはうまいからもう食われてるかもな。そのエーテルが知能に回るのか、その戦闘力に回るのかで変わってくるのかな。賢い用意か。うん。うん。うん。なるほど。いやでも、フォーをその、なんだろう、モチーフにしてる世界だとしたら、地下の世界ってのはありえなくもないよね。うんうん。定位の用意ほど知能が低い傾向があるのかもしれないわね。スカルミリオーネとかいう大物を倒してしまったのは、いささか早計に過ぎたが。絶対あいつ復活するって。うん。監獄というと俺たちがボイドゲートを抜けて最初についた区画がそれらしい雰囲気だった。あ、どんな用意なのか。ウヌクアルハイのようなやつも存在しているとすれば、やっぱ町とかそこら辺も存在しているだろうし、そこが出てくるのはやっぱ、次のパッケージあたりになるんでしょうか。ん？あ、普通にいるんだ。なるほど。こういうキャラがいるから、この道中、長い道中、わざわざ歩かせてるんでしょうか。それとも何かもっと他に見るべきものがあるんだろうか。遠いよね。これは、何でしょうか。なるほど。これはあれかな、その零細がというか、この完全に闇に傾いてしまう前の人たちということでいいんでしょうか。うん。これはあれだよね、なんか第一世界にいたネクロマンサーか。あいつっぽいよね。うん。清掃係。ここは第4監獄と、一つしかないが、第4だ。ああ。命令なければ、働かない。ネズミがいても気にしない。ああ。うん。これ天気なんだこれ。虚無。虚無になってるんだ。天候虚無ってどういうことだ？はあ、うん。これなんて読むんだ？ゴクリって読むの？監視。はあ。でも賢いやつは強い。あ、強いんだ、やっぱ。さっき檻を開けて中に入っていた賢いやつを食おうとして逆にやられてなければいいかな。はは強いのに囚われてるんだ。うん。なるほど。ん？嫌な気配。なんかちっちゃいぞ。あのリーパーじゃないあれ。違うのかな？チラッとしか見えなかったけど。あ、やっぱあいつかな。ということは、異英戦以来か。声あるかな。お、あ、知ってんのかやっぱ。っていうか声あるんだ。ちゃんと。あ、やっぱじゃあこいつが家に強制召喚されていた用意ってことになるんだ。で、家の死によってこっちに戻ってきたと。ふんふん。うん。ゼノスが刺激していた用意。ゼノスと共に消えていなかったのか。まあこれは召喚されてるだけだしな。ああ、なるほどね。この用意を包む満たされぬ上のように底のない闇。確かにガレマルドで相対したゼノスから感じたものよ。ほうほう。そいつがなぜこんな場所に。うん。一時的に召喚して刺激するだけの用意なら、契約者が死ねば原初世界とのつながりは断たれるはず。それでボイドに戻ってきたのでしょうね。ははは。一時的に召喚して刺激するだけの用意なら。ああ、じゃあ例外もあるんだ。ちょっと話ずれるけどさ、この一時的に召喚されている状態ってのは水晶光とこの暁のメンバーにもまだ成立してますよね、おそらく。そこ絶対回収されると思うんだよね。前も言ったけどさ、まあ、今までの展開からその別の共存世界に行くには相当な困難があるということは分かったし、おそらく今後の展開でどっかに現象世界に帰れないっていう風な展開が発生すると思うんだよね。その場合にさ、水晶庫が自害するか何かすればさ、暁のメンバーは契約が切れて現象世界に帰れるっていう風な流れになると思うんだよね。だからこそ、その行列が終わった時に、行列じゃないわ、執行が終わって、グラハティアかと水晶庫が帰ってきた時に、グラハティアと水晶庫の魂が合わさってる、光の戦士とアルバートが重なってるって言い換えたと思うんですよね。うん、だから次のパッケージではおそらく水晶光は死ぬと思うんだよね。うん。うん。いや、こいつがどういう関係性になるのか、僕と。できれば味方という関係がいいんだけどな。味方というか、まあ、クリスタルか。ハイデリンのクリスタルが。あれってことは、こいつも光の使徒なの。浄化された。ん？誰？あ、でもこれパッチ 6.3 のなんか、ビジュアルにいたな、ビジュアルというか。イラストにいたな。あ、女性なんだ。これは。あ、そうだ。この光は。それで戻ったというのか。戻ったとは。ゼノスとも関係があるようだが、君は一体。私は、そう、あの男、ゼノスにアバターとして刺激されていた。うん。奴がお前に敗れるまではな。大釜を手に、用意を刺激する者たち、リーパー。ゼノスがあなたと戦うために身につけた力は、ガレアンの古い一族が伝えていた暗殺術の一つよ。ほうほうほう。うん。いわく、クリスタルを触媒に異界ボイドと交信、自らの半身足り得る用意、アバターを探し出し、力を貸すよう契約を交わすと。クリスタルを触媒に異界ボイドと交信。自らの半身たる用意アバターを探し出し、力を貸すよう契約を交わすと。契約を交わしてないんだよね。強制召喚だからおそらく。契約だって。奴が仕掛けてきたのはそんな対等なものじゃなかった。無理やりにでも力を引き出そうとする呪いだ。そのせいで私の存在は変質してしまっていた。奴が欲した命を削り合う力を具象化した存在にな。私の存在は変質してしまった。まためんどくさいのような、なんか内容が。それが先ほどまでの姿というわけか。しかし、なぜ人の姿に？うん、ってことはやっぱこういう人もいるんだ。お前たちにとって見た目はそんなに重要なことなのか。そこにこだわる理由が理解できない。見た目より中身が重要ということなら俺も同感だ。お前が人の姿をしていようが、ここの住人であるならば用意だとしか思えん。つまり俺たちの脅威になり得るということ。うん。率直に問う。お前は俺たちの敵か味方か？そんな難しい質問を。まだこちらの意図も分かってないのに。この世界に自分より強いやつを食おうとする者はいない。刺激されていた時のこととはいえ、一度負けた相手に挑むなんて愚か者のすることだ。そうか。ならいい。でもそれは僕にだけでしょ。私からも確認しておきたいことがある。お前は友だろう。ゼノスがそう呼んでいたのを聞いた。うん。名前ではないけどね。うん。自分はエミルーだ。自分は ゼノスの友じゃない。少なくともお前の友じゃない。でも友好的に行きましょう。何？お前は友じゃないのか。それは関係性のことだよ。そうか。なら友とは何なんだ。ここの人たちは全員ソロっぽいしな。でも徒党を組んでるところもあるのかな。ああ、それはさっきの上司と部下の関係もそうか。強いやつには付き従うと。うん。うん。お？ああ。誰だ？スカルミリオーネ。あ、カメか。カイナッツオか。いやでもスカルミリオーネ絶対あいつどっかで出てくるって。それも新しいパッケージかな。復活ということは山かな。うんほらこれ絶対さアゼムの隠れた力だって。運命、ベタな言い方するなら運命を味方につけるみたいな。うんだな。やっぱエステニアンって一番合理的な考え方するよね。合理的。うんただゼノスが妙に執着していたとも、その言葉だけは印象に残っている。正確な定義はわからない。それでもお前を示し、とても重要ないかん、なんか今不意にちょっと涙腺に来てしまった。お、ゼノスファダニエル、アシエン。さて。学術と武術の双方で天賦の最後を示した彼は、それゆえに孤独の中で生きてきた。うん。将来の腹心にと同年代の皇族や貴族の、子弟がゼノスと共に教育を受けたが、誰一人として彼と同じレベルに立つ者はいなかったのだ。ああ、やっぱ頭も良かったと。ゼノスにとって唯一心躍る体験であったのが狩りだ。野生の獣は生きるために容赦ない怒りをぶつけてくる。その様が心地よく力をねじ伏せることのみで、ことでのみ、充足を見えたのだ。長い。アラミゴでのことと、人口で超える力を得たことと、バリスを殺害したこと。そんな男に目をつけたのがアシエン・ファダニエル。彼は星の歴史をゼノスに教え。テロフォロイト。ゼノスのムクロは天の果て二度と届かない場所に打ち捨てられている。彼がどのように死を迎えたのか、その人生がいかなるものであったのかは、光の戦士が記憶するばかりである。ああ、いいじゃん。いい最後じゃん。ああ、さっき話したか。彼女が私たちの言語を完全に理解できているのは、ゼノスと契約していたからなのでしょうね。用意召喚の術式にはそういった効果を生む、一節が組み込まれているものなのよ。なるほど。うん、便利だもん。うん。まあ、行くか。うん。ここに知性の高い用意が収監されていると聞いてきた。うん。すでに君も理解していると思うが、私たちは隣り合う異なる世界から渡ってきた存在。うん。うん。うん。何を差し出す。ギブアンドテイク。ここには通貨あるのかな。ははは。何かを望むのであれば、必ず対価を差し出せ。うん。しかし私たちが持つ貨幣が通じるとも思えないし、一体何を差し出せばよいのだろうか。うん、エーテルか。私たちが望む情報を教えてくれたら、対価として私がエーテルを差し出すことを約束するわ。ああ、でも分け与えるようなことはできるんだ。ボイドについて語るのであれば場所を変えた方が良さそうだ。行きましょう。これますか。歩いていけと。えさてさて。うんうん私のエーテルのことなら気にする必要はないわ。原初世界に戻って休めばすぐに元通りになるのだから。果てなく闇に覆われた空。これこそが私のあるべき世界。お前たちの言う異界ボイドの現状だ。うん。果てなく闇に覆われた空。これは雲が厚いとかそういうレベルの話じゃないのかな。昔はこの世界にも光が存在していた。空はまばゆく輝き、緑を生い茂る大地に紺碧の海。そう。命育まれる世界が確かにあったんだ。うん。それはもう1万年前の話だっけ。なんか、うん、その時を見ていたような口ぶりだけど、その時から生きてたのかな。メモリア戦争が起こるまではな。ん？メモリア戦争。あれ？その、イゲオルムが無理に統合を果たそうとして壊れてしまったのが13世界なんじゃないの？その間に何かあったのかな？そのメモリア戦争を仕掛けたのが、イゲオルムってことなの。メモリア？何のために？その戦争によってエーテルの調和が乱れたことで、闇が世界を覆ってこのありさまだ。でもこれは傾けようとしてやったわけじゃないよね。もしアシエンの手引きでやったとしたら、まだ確かその頃にはその世界統合の仕組みってのが分かってなかったから。すべての生き物は例外なく異形と化した。お前たちが用意と呼ぶ存在にな。うん。今じゃ、用意であることがこの世界にとっての自然になってしまった。第一世界で光の氾濫によって積み食いが生じたようなものね。用意と積み食いで属性は反対だけど、成り立ちや性質には共通点も多いわ。うん。太陽の巡りは失われ、昼と夜は溶け合い、やがて海と陸の境界すら曖昧になって闇に沈んだ。そして用意と化した者たちは半ば理性を失いながらも心に焼き付いた記憶の影を頼りに己の領域を築いて暮らすようになったあの城だってそうだ。主だった用意は昔あんな場所に住んでいたんだろう。少しいいかしら。私の目にはあなたの中で渦巻く闇の力が見えているの。人としては濃すぎるほどの、まさに用意の性質そのものこれ僕が光のなんだっけ、力を蓄えていた頃の、蓄えていたというか内に秘めていた頃の状態に似てるのかな。けれどあなたの口ぶりは他の用意たちと違う。闇の氾濫以前の世界についてそんな風に語る者に出会ったのは初めてよ。ねえ、あなたは本当に用意なの？それとも他の用意と違って当然だ。私は半端者。言うなれば汎用なのだから。汎用。ウヌクアルハイもそれなのかな。世界を滅ぼしたメモリア戦争が始まって間もない頃、一人の女が過剰な闇を見に受けた状態で赤子を産んだ。見た目は他の赤子と変わらなかったが、中身は闇による侵食を受け、もはや人とは呼べなかった。成長が最盛期で止まり、老化しないのもその証拠。あれ、それが私だ。まあ今となっては完全な用意と区別する必要もない古代人たちの長命の秘密ってそこかな。いや、どうなんだろう。隙あらば弱者を喰らい、強き者に従属して身を守る。目的もなく、ただあり続けるだけの存在だ。立ち入ったことを聞いてしまったわね。ごめんなさい。あなたはいけない。私としたことがあなたの名前を聞いていなかったわ。ただ用意とでも呼べばいいだろう。私たちだってお前たちのことを単に人間と呼んでいるんだ。しかしそれでは区別がつかなくてさすがに不便だ。許されるなら君自身の名を呼びたいのだが。なら好きに呼べばいい。私にこだわりはないあ、ヤシュラさん。それじゃあゼロなんてどうかしら。ゼロ。何もないという意味か。確かに私に似合いだな。いいえ、それは始まりを表す言葉。私たちにとってのあなたはこれから決まるという意味よ。互いを遠ざけるも歩み寄るもね。あ、これも4か、まあ、何でもいい。よろしく。私と取引がしたいということか。それではゼロ。君にはまだ聞きたいことがあるのだが、その前にこちらの目的を話しておくべきだろう。うん、私たちは竜を探しに来たのだ。かつてゲートを通ってこの世界へ渡ってきた。我が姉にして七大天竜の一翼アジュダヤを。竜。ああ、知っててもおかしくないよね。その消息について何か知っていることがあれば教えてほしいのだが。うんなんか上にもやもやしたものが。このゼロがその1万年前からいるんだとしたら、まあイリュウが来たことも知っててもおかしくないと。うん。あ、消えた。今何か言ったか。あれ、あの声が聞こえたのか。私にも聞こえたような気がしたけれど、用意たちのささやきかしら。うん。ヘリがうるさい。うん。うん。ヘリがうるさい。あは。うん。はい。バルシャンでかいな。うん。あ。上司と戦った広間であれば侵入口も限られている。うん。うん。行きましょう。